ちは。今回はこちら、この前ケートピエルさんで購入したコットンニート S、 これの 1,2,3,4,5,6,7 色、虹色、この順番で虹色ポーチ編んでいこうかなと思います。まあ、もうこの状態でワクワクするんですけどね。この赤から、まあ、一応これご紹介していきます。綿 100% 40g、 95m 入ってます。かぎ針4号から6号ですね。で27番で、こういうので、でオレンジ、これが22番で、こういうので、で黄色、黄色が色番20番、で緑が、色番18番、で水色が色番11番ですね。で青が色番12番、でのこれで、こちらが紫で色番6番、いいの買いましたね。これはもう全色買ってるんで、こういうことができるかなと思って、まあ、ちょっとこうざーっと、まあ細編みで普通に編んでいくだけになると思うんですけど、まあ、編んでいこうかなと思います。でこの中の芯から取っていくといいと思うんですけど、まあ、ちょっとね形を崩したくないので、また外から取っていきます。こうやってね、外から取れるのかな、取れますね。これでねずっと編んでいこうかなと思います。で、まあ、こういったねカゴ私は作ってるんですけど、ちょっと中に粉が入ってるんですけど、こういうのにねこうやって入れて、まあ、コロコロってするといいかなと思うんですけど、これでずっとねこの使うものをこの中に入れて、で7色あるんで、まあ交代交代こう使うのがこうやってねさっと出てくるようにこのカゴに入れて使っていこうかなと思います。まず赤、こちらはね、今回はかぎ針6号で編んでいこうかなと思います。で鎖編みで、まあ、ベタンとしたポーチ、ちょっとねマチを作っていこうかなとは思っているんですけどね。こうやってね鎖編みから始めていきます。ここでグッと締めてから鎖編みを1,2,3,4,5っていう感じで7目編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい、こんな感じで最後まで細編みを入れてきました。そしたら一番最後のところに2つ、あと2つ同じところに入れます。ここに針を入れたら糸を向こう側に倒して一回細編みで、また同じところにもう一つ、次は糸をかけて細編み、これで同じところに3個入りましたね。で次のところに針をかけたら糸を巻き込んでずっと何目か編んでいこうかなと思います。針を入れて糸をかけて、ここでね糸始末をなくしていきます。針を入れて糸をかけて巻き込んで細編み、これでずっと何目か編んでいこうかなと思います。こうして針を入れて糸をかけて細編み、まあこの目がちっちゃい場合は結構巻き込みますね。私8目か9目ぐらい、まあ、編み目が大きい場合はそんなに、まあ、すごい幅になるんで、だから、まあ、細かい時だけですね、こういうだいぶ巻き込むので、針を入れてもう外そうかなと思うので、ここはかけないで外して細編みで最後まで同じように細編みを1つずつ入れていこうと思います。はい、こういう感じで1つずつ最後まで細編みを入れてきました。そしたら一番最後のところは一番最初に入ってる細編みのところ、ここに細編みを2つ入れます。1,2で入れたら、一番最初の細編みの頭にマーカーしてると思うんですけど、
こっち2つ入れて最初の細編み1つ全部で3個で、この反対側も同じところに3個で、こういう風にあのカーブになっていますね。でここであの糸が出てる方を裏にしたいので、糸の出てない方を見て引き抜く場合は表なんですね。表からあの引き抜きする場合は輪をかけて輪を大きく出して、最初の細編みの頭に後ろから針を刺して輪をかけて引き抜いて、この引き抜きをしようかなと思います。ここはねすっきり見えるかなっていうので、でもう一段この赤で編んでいこうと思うので、立ち上がり1つで一番最後のところ、ここですね、一番最後のところとこの2つ入れた、この2つは同じところに2つずつ細編みを入れて増やしていきます。同じところに1、2で、ここでまたマーカーをつけていってもいいですね。一番最初の細編みの頭、ここにマーカーをつけて、で次もだから最後から2番目のところですね、ここも同じところに細編みを2つ入れます。1、2で、スーッと最後の方まで細編みを1つずつあとは入れていきます。こういう風に1つに対して1つ細編みを入れていって、でここまで間違えないようにマーカーをつけていってもいいですね。この表を見た時にあの 1,2,3 個同じところに入れてると思うんですけど、この3個に1つずつ細編みを同じところに2つずつ入れていきたいんですね。ちょっとややこしく聞こえるかもしれないですけど、こんな感じで、なのでこのマーカーが入っている手前まで1つずつ細編みを入れていきます。1つに対して1つマーカーの手前まで入れていきます。はい、こういった感じでマーカーの手前まで編んできました。でこのマーカーからマーカーまで 1,2,3 細編みが入ってるんですね。でそこをこのマーカーの最初のところ箱に針を入れて、同じところに細編みを2つずつ入れていきます。 1,2 で次も1つあるのでここに針を入れて、細編みを同じところに 1,2 入れます。一番最後ここのマーカーのところ、ここに針を入れて、同じところに細編みを2つ、 1,2 こんな感じで増えました。増えてこのカーブが緩やかに作られてると思うんですけど、これでね段を増やしましたね。であとはここは何も入ってないので細編みを1に対して1編んでいきます。1つの目に対して1つ細編みをずっと最後のところまで編んでいきます。このマーカーのところまで、そうですね、マーカーの手前まで編んでいきます。はい、こういった感じでマーカーの手前まで編んできました。そしたらマーカーのところ、一番最後のところですね、ここに針を入れて、同じところに細編みを2つで終わります。最初の細編み2つのところに2つずつ入れて4で5、6ですね。で反対側も3に対して2つずつ入れたので6、これで同じようになってきました。もうこの時点で可愛いですよねこれね、裏を見て糸が見えているところ、裏を見て引き抜くときは手前から向こうに針を刺して引き抜きで、この時にまた分かりやすくするために一番最後のところに細編みの頭のところにマーカーをつけるといいかなと思います。でここでまあね、やっぱり白を入れていこうかな、最初言ってたかな、あのこのね糸と糸の間に糸と全部糸なんですけど、赤とオレンジの間、この色が変わるごとにその間に花柄をね、あのこの白、これがちなみにまあこれ白でね花を入れていこうかなと思って、これが広番1番ですね、こういうの、これがちょっとね巻きが多いんですね。これが356メートル
で、こちらが95メートルなんでだいぶ多いですね。4倍はないのかな。まあそういったところです。まあこちらのね、糸は楽天ルーム下の概要欄のところに載せているので、よかったら見てみてください。それでね、引き抜きして、でここでね、花柄を作っていこうかなと思っていて、ちょっとねこれも外からですよね。こうやって、まあ白はねたくさん使うから、まあこういった巻きでも売ってるんですけど、あのコーン巻きで買いました。で糸が見えてる方に糸を当てて、で白をこの立ち上がり一つのところでつけます。で緩みがあれば緩みを解消させて、でこの赤を持っておきますね。んでもここはねこう止まってないので、向こう側に2本倒して、この針にかかってるのとこの今から使う白のところの間に挟んで、立ち上がり今位置してるので2個目っていう感じで、でこの赤はねこの後も使うと思うんで、どうかな、これだけ色があったら結構高さが出るかなとかちょっと思うんで、まあ、赤は1回カットしましょうか。糸をカットして、赤をカットしときます。で離してラベルが分からなくなると思うんで、こういう風に入れておいときます。まあね、あのその後赤を使うってなってもこれだけあの色を入れていくと、まあ、だいぶ上になると思うんで、まあ、もったいないし、まあ、ここまでかさばっていくんですよね、立ち上がりのところ。なのでこういう風にしてね、今2個目カットしときます。で赤はねもうここでカットしたので巻き込まないで、まあ、ちょっとややこしくしてるかな。3個目鎖編みして、まあ、白はこういう風にねまた巻き込みます。で引っ掛けて、で裏返しにします。でこのマーカー入ってるところから入れたいんですけど、まあ、1つ飛ばしたいんですよね。なのでこのマーカーが入ってるその次、糸をかけてこの次にマーカーの次のところに針を入れて、まあ、いつもの簡単にできる花柄長編みを入れて、でここはちょっと巻き込んでなんかね糸始末をなくしたいんで、で糸をかけて、でこちらも糸をかけて中長編みな感じで、まあ目の覚めるような真っ白なんかね真っ白あんまり使わなかったんですけど、めちゃくちゃ可愛いかな。なんかこうぼんやりした感じの色味なので、真っ白を今回は使ってみたんですけど、まあ、オフホワイトも持ってるんですけど、真っ白の方が合いましたね。まあ、ちょっと編んでいってみないとわからないですけど、で糸をかけて一つ飛ばして、次の目に長編みで、長編みのここのタイミングでも巻き込めるかなと思って巻き込んで、でまたここ巻き込んで、上下上下しているので結構いい感じで巻き込めるんですよね、これは。でかけて次は中長編み、まあこれがちょっとあの何してるんだっていう感じか、あのややこしくなる場合は置いていって後で糸始末されるといいかなと思います。一つ飛ばして次、で長編みで糸をかけて、もうやり慣れてるんであの片手グイって回して糸をね、あの糸始末っていうか糸始末って呼んでるんですけど、していってるんですけどね。長編み中長編み、一つ飛ばして長編み中長編み、一つ飛ばして長編み中長編み、同じところに入れます。この繰り返しをずっと最後まで編んでいきます。で一番最初のところの長編みの頭にマーカーをしておくとまた分かりやすいかなと思います。これでねずっと編んでいきます。はい、こういう感じで長編み中長編み、一つ飛ばして長編み中長編みの繰り返しをさーっと編んできました。これでもね、なんかあのマットとかいけそうですよね。かわいい、ここで終わってもかわいく合いますね、真っ白でね。長編み中長編みしたので糸をまたかけて、一つ飛ばして一番最後
箱にマーカーを外してから入れると入れやすいですね。で長編みして糸をかけて同じところに中長編み。でこの長編みのところにマーカーをしておきます。一番最後に Z をマーカーしていくんですけど、裏を向けてでここから入れていくんでマーカーを入れておくと分かりやすいと思います。でこの中長編みで終わったんですけど、この糸という糸はね、全部この最初に出した糸のところに向けて、でこの状態で最初のマーカーのところに、まあ、手前から向こうに針を刺して引き抜こうかな。あ、表を見て引き抜くときはずっとこういうふうに輪を大きく出してやってるんで、まあ、ここは合わせていきますね。ずっと表を見て引き抜く場合はこの状態で、まあ、糸を巻き込むのがないのでここでね、一番最後の長編みの頭に、まあ、こう輪をかけてで引き抜いて、でまたここで立ち上がりを1、2、3して糸をかけて、ここ今マーカーした中長編みの長編みの頭、ここに裏から針を刺して長編みの頭に長編みを編んで糸をかけて同じところに中長編みで、一番最初の長編みの頭にマーカーをして、でまた糸をかけて、ここは中長編みの頭なので長編みの頭ちょっと左側になりますね。ここの2本取っているところ、ここに長編み、長編みしたらまた糸をかけて同じところに中長編み、糸をかけて中長編みの頭ではないその次の長編み、長編みの頭に長編み、糸をかけて同じ目に中長編み、この繰り返しをずっとまた最後まで編んでいきます。はい、こんな感じでまた同じように長編みの頭に長編み中長編みで編んできました。で中長編みを飛ばして長編みのところ、一番最後のマーカーのところに針を入れて、糸をかけて針を入れて長編みで糸をかけて同じところに中長編みで終わります。でここで、まあここはね、一番最後にマーカーを入れときます。この後もこの花柄を編んでいく場合はこの長編みの頭にマーカーをつけて編んでいこうと思うんですけど、次は細編みを入れていこうと思うので一番最後のところにマーカーを入れておきます。でここで裏を見て引き抜くので、手前から向こうに最初の長編みの頭に針を入れてグッと締めて引き抜いて、で立ち上がり一つのところで色を変えようと思うので、こういう風にね、手前に置いて、で次はオレンジを入れようと思うのでオレンジを持ってきます。こういう風にすると取りやすいですね。で外からどうしても中から取りたくない。で糸を、今まで使った糸を糸が出てる方に置いて、つなげる糸をこうやって出していきます。でここで左手で持ち替えてオレンジで立ち上がり一つで、一番最後のところここなので、ここに針を入れて、でこのオレンジは、まあ、次の段で巻き込んで編んでいこうかなと思いますね。ここの中長編みの頭から細編みを入れていきます。で細編みしたら一番最初の細編みの頭ということで、この頭にマーカーをつけて始めていきます。なんか可愛くなっていきそうですね。こんな感じ、一つずつここ2本も取ってますね。この頭をずっと取っていきます。まあ、ここも何段しようかなって今ちょっと、まあ、あまりにも段数を増やすと、まあ、全部この色が使えないと思うんで、まあそうですね、ここがね1色目なので、あと 1,2,3,4,5 色あるので 1,2,3,4,5 みたいな、まあ、大体この1段で色を入れて、で花柄を編んで編んでいこうかなと思ってるんですよね、今のところ。まあ結構ね縦長になっても可愛いと思うんですけど、
どうかな、2段ずつした方がいいかな。結構ね、色がしっかり入れたいなと思うので2段ぐらいしようかなとかね、こう考えながら編んでいくのも楽しいですよね。あの綺麗な色を見ながら、これでねスレッドを編んでいこうと思います。うん、でまた最後の方まで編んで、まあそうですね、2段目編むと思いますね、今のところ。まあ最後まで編んでいこうと思います。はい、こういった感じで最後の方まで細編みを入れてきました。そしたらこことここですね、一番最後まで細編みを入れて、ここも細編みを入れて、でマーカーは付け替えます。一番最後に、まあ、次の段も細編みを入れていくので一番最後のところにマーカーを入れて、で手前表にして引き抜くので、手前をこの輪を大きく出して、でここはね次のこの色も巻き込みたいので巻き込んで、で最初の細編みの頭、ここに後ろから針を刺して、で輪をかけてグッと軽く締めて引き抜きをして、でこのオレンジの切れてるのを、オレンジかな、オレンジだな、こう挟んで立ち上がり一つで留めておきます。で一番最後のところは次一番最初針を入れて、でここはね白のところを巻き込んでますね、立ち上がっていってます。でここで、まあ、オレンジの上にオレンジを、まあ、裏に糸を当てて細編みをしていくときにこう巻き込んで留めていきます。まあ、ここで糸始末してますね、こうやって糸がある限り細編みを入れていきます。巻き込んで細編み入れていきますね、こんな感じで結構巻き込みます。である程度巻き込んだら、あの軽く糸を引っ張ってから中でねこう緩みがある場合が多いのでなんかもうこうゴヘって言って、それでもうちょっと巻き込んで、あらら、また流れてきてで次外します。巻き込んでたの外して、ここでも決まるので軽くこう切れ目を取って、でギリギリでカットしときますね。でこれでするとまた最後まで一周編んでいきます。はい、こんな感じで最後までまた編んできて、でマーカーが入っているところまで細編みを入れます。こうしてで細編みを入れると、まあ、一番最後に入れてもいいと思うんですけど、次は花柄を編んでいきたいので、まあ、入れるところにマーカーをつけてもいいですね。最後から2番目で、あの糸が見えているので手前から向こうに針を刺して、でこの白のも巻き込んで引き抜き、でここで白にまた変えていきます。こういう風にして白で立ち上がりを1、2、3編みます。でここでまたオレンジもこの赤と同じぐらいの長さでカットしておこうかなと思います。カットして、で糸は置いときたいのでこういう風にして、ですぐラベルに戻す分からなくなっちゃうんで、でここで3個したら裏返しにして糸をかけて、このマーカーが入っているところ根元の1つ目の細編みを飛ばしたところですね、ここに針を入れて長編み、長編みをしたらまた同じ目に中長編み、で長編みの頭にマーカーをしていって始めていってもいいですね。それでずっと、まあ、この感じじゃ、まあ、2段ずつ編んでいこうかなと思っていますね。このカラーの方でこの白も2段で1セットなので、この花柄なので2段ずつ、まあ、全部2段ずつ今のように糸を変えて編んでいこうかなと思います。
まあ、ここからは全部同じ感じで編んでいくので、それでね、この繰り返しするとこの高さを編んでいきます。はい、こんな感じで編んできました。めっちゃ可愛くなりました。可愛いですね。これね、一番最後の紫、今つなげたところなんですけど、なんでここで止まってるかっていうと、この白はね、ここでも使わないかなと思って、カットしていく方向でこうやって今こっちからずっと右から進んできて、今立ち上がり一つのところで紫に変えました。で、紫に変えて一つ立ち上がりしてて、で、一番最後の中長編みのところからこういう風に入れて、で、ここでね、白はカットしていきたいので、裏に白を巻き込んでこうやってね、当てて針を入れて白を巻き込んで編んでいきます。一つに対して一つ細編みを入れていくときに巻き込んでます。こういう風にまたある程度巻き込んで、で、巻き込んだら外して、で、一周紫編んでいきます。まあ、紐もね、どうしようかなと思ったんですけど、この終わり方も何色で終わろうかなって思ったんですけど、まあ、全体的に、まあ、赤で始まったんで、色で始まったんで、色で終わろうかなと思って、まあ、その方がまとまるかなと思うので、な、で、こうやってね、まだ巻き込みますよね。ある程度巻き込んだら、次は外して、こうやって外します。外して細編み。で、細編みしたらもうここは決まってくるので、軽く引っ張って、ここで糸始末します。カットして、外しておきます。まあ、白も大体あるから、めちゃくちゃ使えますね。それで、ずっと一周最後まで細編みを入れていきます。はい。という感じで一周ができました。で、最後がちょっとどこまでかなって分からなくなる場合は、こういう風にここ入れてみて、ここかなっていう感じで入れてみたら、最初は長編みの頭に来ているので、ここまでですね。こういう風に裏向けて確認してみてもいいですね。ここで表を見て引き抜くので輪を大きく出して、で、後ろから、まあこの糸も巻き込んで編むので、かけて、最初の細編みの頭に後ろからかけて、輪をかけて、で、軽くこうグッと締めて、軽く締めて、で、立ち上がり一つのところで、こうやってまた巻き込みます。で、一番最後のところからまた細編みを入れていくんですけど、まあここからね、まあ、巾着にしていこうと思うので、まあ、巾着大好き。で、ここでね、穴をこの紫のまま編んでいこうかなと思ってます。で、紐また何色にしようかっていうところなんですけど、まあ、紐はね、白が合うんじゃないかなと思って。ちょっとそれもね、今のところは白って思ってるんですけど、どうなるか。まあ、裏に糸を当てて、ここ、紫をね、あ、そっか。ここでね、今立ち上がり位置してるので、まあ、巻き込めないので、紫は置いておきます。今位置して、2、3、鎖編みを編みます。で、一つ開けたいんですよね。だから一つ開ける分、鎖編みをまたプラスして、1。全部で4目。で、糸をかけて、一つ飛ばして、次。次のところに、長編み。ちょっと大きめの花を編んでいきます。で、一つ鎖編みを編んで、糸をかけて、一つ飛ばして、次に長編み。で、鎖編み一つを必ず編んで、糸をかけて、一つ飛ばして、次。一つ飛ばして、ここですね。それで長編み。この繰り返しを編んでいきます。長編み編んだら、鎖編みを一つで必ず、ここを開けますね。糸をかけて、一つ飛ばして、次のところに長編み。こうやってぐるっと一周最後まで編んでいきます。はい、こういう感じで最後の方まで編んできて、長編み、鎖編みしているところです。で、糸をかけて一つ飛ばして、次のところに長編みで、長編みで、まあここはね、入っちゃってるんですけど、まあ一つ分ぐらい空いてるかなと思うので、このまま鎖編みを一つでつなげます。ここ、まあこのね、立ち上がり3目の
この中を取ればいいと思うんですけど、取りにくい場合は、まあ、私はここをね、この立ち上がり3目のこの穴のところを取ってつけようと思います。でここはねグッと鎖編みで留めておきます。それで糸をカットして糸始末していきます。でこれはねまたバラってなっちゃうんで、こうやって留めて入れておきます。これ紫ですよってことで、で糸始末していきます。糸始末は中になるので中で糸始末していきますね。針に糸を通して、でこの紫は紫のところで糸始末したいので、まあこういうね穴だらけなのでこうやってちょっと通して、で返しして、で刺して、またちょっと進むっていう感じでいつも糸始末しています。な感じで、まあ極力ねこの紫同じ色のところで糸始末したいんですけど、まあ分からないですけどね。こんな感じでちょっとね同じ色だから一回前に持っていってもいいかもしれないですね。こうやって刺してこういう風に通して、どこか糸を割るとかそういった感じで留めます。こんな感じで全部ね糸始末をしていこうかなと思います。ここも糸始末する糸なので長く残ってるんで、こういったところもね全部糸始末して、全部ギリギリカットして、まあ、軽く引っ張って緩みを取りながら、まあ、全部カットしていこうかなと思います。めっちゃ可愛いでは糸始末していきます。はい、こういった感じで中が全部糸始末してきました。でここでやっぱりね同じ色の紫で紐を作っていこうかなと思います。まあ、ちょっと白は変になるかなと思って、これでね同じ号数6号で鎖編みを作っていきます。でこういう風にしていつも通り鎖編みを編んでいきます。ここでグッと締めて、ここから1,2,3,4,5っていう感じで鎖編みをあと何目したかっていうのをお伝えして、まあ、2本作っていきますね。進めていきます。はい、鎖編みを今回は100編んできました。でこの状態のままここで糸をカットします。でカットしてスッと抜いて、このまま糸を通していきます。紐を通していきます。こうして、でペタンとした状態でこの柱を挟んで、ここから入ってここから出てくる、でここから入ってっていうところからこう交互に取っていきます。でこういった感じで交互に通してくると、ちょうどこの出てきたところが入ったところの柱1本挟んだところになりましたね。ちょうどぴったりなので、ここでこういう風に決めて、結び目と結び目のところを持って結びます。これで片方を通してこれました。それでグッと締めておいて、でもう片方も同じように、これを2本作りましたね。鎖編みを100の紐を2本作ったので、もう片方も通していきます。もう片方は反対になりますね。こっちがこう引っかかります。で同じところに通していくので、まあ、紫に紫だからねちょっと見にくいかもしれないですけど、こうやって引っ掛けないようにして1本目に通した同じところを通していきます。で今回はこういう風にして、こちらのペタンとした端のところをだいたい決めて、でこういう風に通してきた時に同じようにねしていきます。1本目がかかっているので次は開けるので、ここで1回糸を抜きます。でここからもう片方を同じように通していきます。1本目に開いているところが次埋まる感じですね。ここからまた反対側に通していきます。それで同じところを通るので入っているところに出る、
で、こういう風にね、スーッとカサカサさせながら糸を通していきます。まあ引っ掛けやすいんでこういう風に通していきますね。紫にしてよかったですね、これは。で、こういう風に挟んだところが次開く感じで入って出てくる。それで決めて、で結び目と結び目をこういう風に持って、で結んでグッと、でここで一回締めてみてもいいですね。でまた結び目と結び目を持って、あ、これちょっとずれてるな、ちょっと締め直します。でグッと締めて、グッと締めて、でここで合わせてカットします。パチン。それでめっちゃ可愛い、可愛いですね、虹色。これでね、ちょっとサイズ測ろうかなと思います。で深さが18センチぐらいですかね。で横幅が16センチぐらいです。まあ、めちゃくちゃ私の好きなサイズめっちゃ可愛くなりました。いいですね、虹色。なんか気分が高まりそうな、可愛い、持っててウキウキするような巾着ができました。まあ、ここまでいろいろ変えてみても面白いですよね。こう赤でずっと柄入れて、赤柄、赤柄でもいいと思うし、2色でずっとボーダーにしても可愛いし、こうやっていろんな色をこうやって混ぜても可愛かったですね。こんな感じで色とかもいろいろ変えて、この柄とかも変えて、あのいろいろ楽しんでみてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。